皆さんあけましておめでとうございまーす本年も夏の声の夜の声をよろしくお願いしますということで2024年最初の放送の1曲目はこの曲です。夏の声でホッットトチョコレーーミュージーク改めましてあけましておめでとうございまーすイェイ えー、2024年最初の放送になります1月10日23時から24時の1時間は夏の声の夜の声です今日も生放送でスタジオからお届けをしております、えー、YouTube ライブで聞くもよしですねミッド FM の YouTube ライブで聞くもよし夏の声のインスタライブから聞くもよしもちろんねあのアプリ撮っていただいてる方はそちらから聞いていただいてもよしということで今夜も1時間、えー、一緒に素敵な夜にしていきましょうよろしくお願いいたします ということで。 この番組はですねリスナーの皆さんからのメッセージをたくさんいただいてこの生放送中にたくさん紹介しながらリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組ということでねもう数年というかやらせていただいておりますけれども今年も無事2024年、えー、年を明けることができまして、えー、またねこうやってみんなと一緒に番組を作っていけるのすごく嬉しいなと思ってますのでぜひとも「えー、夜の声」リスナーの皆さん今年もよろしくお願いいたします。 とということで新年一発目の放送今夜のトークテーマはズバリ新年の抱負です2024年になりまして10日経ちましたけど皆さんいかがお過ごしでしょうか何かねここ2日ぐらいちょっと寒かったかなと思ったんだけどまた暖かくなってきたね今日なんかまた寒くない日が来たぞという感じで一体いつ冬が来るんだって思ってますけど。 えなんかこの冬全然寒くないということでまあちょっとさちょっと前にねあの実は撮影があったりしたんですよ。で早朝のもうほんと朝の6時半とかの海で撮るっていう撮影だったんだけどだからみんなすごいさもうスタッフのみんなもこう意気込んでねカイロをもう10枚張りとかして行ったんだけど全然寒くなくて結局ダウンとか持ってったけど着ることもなく撮影が終わったっていうね本当に。 恵まれた撮影というか全然寒くない冬ということでありがたいななんてついつい思ったりしたんですけどね、まあ、新年早々ハッピーではないニュースもいくつかあったりするんだけどね波乱の幕開けって感じだけど今年は今年、えー、自分たちにできることを大事にしてね幸せな年にできたらいいなと思っておりますということで、えー、2024年の抱負というのを皆さんに、えー、ぜひメッセージを送ってほしいなと思います。 送る方法は2つありますミッド FM のホームページからメッセージを送るか、えー、ハッシュタグをつけて X でポストをするかです。X でポストをする時の、えー、とき、ね、のハッシュタグを紹介しますね。ハッシュタグ夜の声ハッッシシュュタタググ夜夜のの声声をつけてぜひ皆さんの今年の抱負を聞かせてください。 ということで今日は早いですが早速1曲かけてねみんなからの抱負を待とうかなと思います。えー、と今インスタライブから見てくれてる方もねそこにコメントしてくれればいいですからね是非送ってください。ということで、えー、元磁石さん今年は自己肯定感を上げていきたいという元磁石さんからのリクエスト曲で「ハッピーバースデー」の社会のゴミの歌を聴いてください。 お聴きいただいたのは「ハッピーバースデー」で「社会のゴミの歌でしたリクエストしてくれた元磁石さんもねえ音源あったのと驚いているぐらいちょっと前の曲だそうですね聞けてよかったたでです社会ののゴミの歌でしたさてお届けしております「夏の声の夜の声」えー、1月10日今年初の放送「めでたいことに本日は」 夏の声新曲のリリース日でございますありがとうございますさあ夜の声リスナーの皆さんも聞いてくださいましたかね1月10日本日は夏の声のデジタルシングルえーシのリリース日でしたということで どうですか皆さん聞いた感想なんか是非いただけたらなぁなんていうふうに思っておりますのでね「ハッシュタグ夜の声761」をつけて是非聞いた感想も送ってくださいそしてまだ聞いてないぞという人も大丈夫ですここからねその新曲「白」の話をしてその後にこの番組でも初オンエアさせていただきますので是非聞いてねあのコメントをいただけたらと思います、えー、今回リリースした「 白ていう曲は夏のの声ととしてては初めてとなるバラードででシングルですね多分ねここまでしっかりしたバラード曲を作ったのはそれこそファーストフルアルバムに入ってる「胸の音、ね、って曲以来かなと思うんだけどかなり音数の少ないというかバンドサウンドでは明らかにない、まあ、アピアノを、ね、基盤としたすんごい、まあ、壮大なバラードになっております。で今回のこのこ結果 結婚式っていうのをテーマに書いた曲で結結婚婚じゃなないんんだよよ式でですよで書こうと思ったきっかけがね実はその曲を作ってる時とかに、まあ、ブライダル関係の方の話を聞いて結婚はしても結婚式はしなくてもいいっていう若者が増えてるっていう話をね聞いたんですよ。で結婚式っていうのは、まあ、もちろんね結婚をしたその男女2人が。 その幸せをこう誓うために式をやればいいんだけどそれだけじゃなくってやっぱり式をやるとご家族がすごく喜ぶとだからぜひ両親のためにも式をあけてほしいんだよね若い人にっていうようなお話を聞いてあ、そういう考えしたことなかったけど 確かにそうだなと結婚式をすることでここまで育ててくれた両親がすごく喜んでくれたりしたらすごくそれは素敵なことだし本当に恩返しだと思うしああじゃあぜひ若い人が式揮をねあげたいなって思うような曲を作れたらいいなと思って歌詞を書き始めたっていうのがこの曲ができたきっかけになるんだけど、まあ、これはね、まあ、こんな感じでどこか「しら」でインタビューを受ければ答えるでしょうよ。 でもね本当の本当に曲を作り始めたきっかけっていうのはねこ,のこんな美談みたいな話では実はなくてあのこの「夜の声だからこそ語る秘話」なんですけど実はねあのこの曲こんな曲作ってくれませんかっていう依頼がそもそもあったんですよ。で、えー、じゃあそんな幸せな例えば結婚とかをテーマにした。 曲バラードあったかなって今までのストックからバラードをいくつもこう掘り出してきてね歌詞をこう結婚風に書き換えたりもしたりとかしてその中で、えー、いつもタカさんっていうね、あのー、ライブでも一緒にいつも演奏してくれてるギタリストのタカさんと楽曲制作を今までずっと夏の声続けてきたんだけど今回別のアレンジャーさんに「こんな曲どう,う?」っていう風にこういうピアノを基調とした 曲のオケというか種をいただいてそれを聞いてあこれもいいなと。じゃこれを作り進めてみようということで作ったんですよ。で、その時にはね。その曲の候補みたいなのがいくつもいくつもあって、その中からこんな曲作ってくれませんか？って話が来たところの方にまあ選んでもらって、この白という曲が今回シングルとしてパッケージをされたというわけで、この後ね。この白にまつわる。 いろんな報告がおそらくね後日出てくると思うのでまだここでは何も言えないので言わないんですけど、まあ、そんな秘話があってまあこんな曲是非作ってみたらどうですかねっていうお話をもとにこの曲が生み出そうという決意がしたということででこの曲はさっきもチラリと言ったようにいつも一緒にアレンジをしているタカさんではなくて別のアレンジャーさんと共に作った楽曲でそれがなんとポタリの時にもよく対バをしていた シットハプニンングっていうバンド皆さんご存知ですかねシットハプニングっていうバンドのドラムのうめちさんんっていう人と一緒に今回作った曲なんですよ最近梅地さん自身が結婚を発表,発表してたりしたので <laughs> おめでたいななんて思ってこの曲を送りたいななんて思ったのもあるんですけど本当にねあの今までのこういろんなご縁で新しく曲を一緒に作ってくれるチームっていうのがまた増えていてですねそんな 新しい方と一緒に作った作品のパッケージ化されてこうリリースされたの1曲目ってことですね。なんで今までの夏の声の楽曲はもうほぼほぼタカさんと一緒に作ってきた曲ばっかりなんだけど、今回は違うよっていうことで、もしかしたらサウンドの面でも今までと違うサウンドをこう感じてもらえたりしてるんじゃないかなという風に思っています。そしてね、そのご縁というところで言うと、なんとこのシロの えー、ジャケットのあの CD ジャケットとかね、かねイメージの絵,絵っていうんですかこれジャケットって言えばみんなわかるかなジャケットのこの絵を作ってくれているのがポタタリのギターのギーなんですよこれね発表したかなしてないと思うなんかこういう感じでこう今までの関わりの中でいろんなご縁でこう結ばれていって。 曲だけじゃないよねそのジャケットとかも含めて全部パッケージなので、まあ、サウンド感だったりメロディーだったり歌詞だったりジャケットだったりっていうのはこういろんな今まで出会ってきたいろんな人の力を借りて今回やっと形になったバラードということでこう曲以外のところにもねこの作っていく過程だったりいろんな人の力を借りたというところでもすごく自分にとって思い入れのある曲なので。 シングルとしてこうやって今日リリースできてすごく嬉しいなと思っております。ということで皆さんどうですか聞いてみて白 <laughs> いかがでしょうかあみーちゃんからも来てるね「夏の声リリースおめでとう」とかっていう風に来てますけど結構ねみんなね送ってくれてたりしたんだけど私それ今手元にちょっと印刷してくるの忘れちゃった。 なんか白ををいいいた感想を送っっててくださいっていう風にねインスタの方でもたくさん募集したらたくさん来ていて例えばね、えー、みずきちゃんからかな来てたのはうんとなんかこう曲を聴いてほわっとするこのあったかい感じがまさになっちゃうんだなっていう感じがしましたとかっていうコメントがすごく嬉しかったななんて思いましたので皆さん私の喜ぶコメントをぜひ <laughs> 褒められたいのでね送ってもららえたらなって,いうふうに思っておお、りますハッシュタグ夜の声をつけててくださいお来てるなんかみちゃんからだねあなんか新しい夏の声の世界すごいですねジャケットは白ですよねーって確かに真っ白なお花をね真ん中に置いた素敵なジャケットになりましたエミありがとうって感じだね元磁石さんからも来てるおシットハプニングかケンちゃんともまたユニットやってほしいなとボーカルのケンちゃんともユニットやって。 で梅地結婚したのとはい SNS に上げてたので多分言って大丈夫だと思いますけどそうですねみんなな幸せな方向向へと向かってますねいいですね20 2024年にこう幸せな発表がいくつも続くっていうのはね結構年明けてから結婚された芸能人の方の発表も多かったですよね。特にこの 1>, 1月1日っていうのはそのしあなんか日程的にすごく幸せな日みたいなのでね YouTuber の HIKAKIN さんとかも発表してたしなんかモデルさんとか女優さんとかすごいいろんな方がね結婚を発表したりしてたなぁなんて SNS を見ながら感じておりました。さてさてて ここでね楽曲を作ってるチームがいつもとは違うんだよとかジャケットを作ってくれたのはエミなんだよなんていうお話もしてきましたけど歌詞の内容皆さん読ん読でいたただきましたか今回さっきちょっと言ったように「結婚式」っていうのを自分の中のテーマに置いた時にやっぱり両親への感謝を伝えるあの手紙を読む時間って結婚式のこう大目玉じゃないですけど誰が「こう」誰が どんな関係地の人があの空間にいてもね泣けるんですよあれ多分さ結婚式場のスタッフとかでお仕事ってかバイトで入ってたとしても多分泣けると思う赤の他人のあのスピーチというかお手紙の時間でもね泣ける自信があるぐらいやっぱり、えー、娘が旅立つ時にね両親に感謝を伝える手紙ってやっぱすごく素敵だなと思うわけですよ。ということであのシーンあの あの時間をねなんとかこの曲にパッケージすることをできないかなというふうに思って今回の楽曲の歌詞はですね自分が結婚した娘という主人公になりきって、まあ、両親のことを本当思い浮かべながら感謝を綴っていくっていうようなそんなストーリーの流れになっていてですね工夫したところといえば曲のキーがですねかなり低いです今回。 ボソボソと喋ってるるよよううな感じにに聞こえるように歌い上げる感じではなくってまさに手紙をこう声を震わせながら読んでいるようなあの声の感じが出るように自分ではちょっといつも作る自分の曲では使わないようなキーにまで低く落としていてなんでより喋っている感じ相手に伝えようとこう問いかけるというかこう伝えようと喋ってるような感じだったりとか声の表現も すごいしづらかったんですよ出しにくいキーだったんでなんかこう予想外のところで声が震えちゃったりだとか音がちょっと外れちゃったりだとかもレコーディング中実はしてたんですけどそれもいい味となって今回作品になったなっていう風うに思ってますねなので今まで自分が作ってきた曲に比べるとかなりキーが低いっていうのも今回の聞きどころじゃないかなと、えー、アレンジ サウンドのアレンジ面に関してもそうだし歌詞の内容の書き方とかそれこそこの歌を歌うキーに関しても新しい挑戦がかなり詰まっているので夏の声の新しい魅力を知ってもらえるんじゃないかなというふうに思っております。ということで早速聞いていただきましょうか。<laughs> じゃあ本日1月10日リリースされたばかりの新曲です。夏の声でシロ お聴きいただいたのは夏の声で白でしたいかがでしたでしょうか嬉しい夜の声でも流せましたやったぜやったぜ <laughs> ということで白、えー、を聞いた感想を紹介していきますねひろよちゃんからはなっちゃんリリースおめでとうできて,てるありがとうかべあんさんからはリリースおめでとう思わず娘の結婚式を思い出しちゃった 親として願うのは2人,が2人で幸せになることそんなことを思いながら聞いてたら親も幸せにならなくちゃなぁと改めて思ったよ親としても聴ける曲だありがとうということです嬉しいなんか嬉しいよみーちゃんからもなっちゃんリリースおめでとうって来てますねヤマビーさんからはなっちゃんリリースおめでとうたくさん聴きます テレビ出演も楽しみ自分的に「リアタイ厳しいので録画セットバッチリだよ」とライブでも早く聞きたいなとそうヤマビーさんが言ってくださってる通り今日発表したばかりの情報なんですけどテレビ愛知の「アンという番組にですね「夏の声」出演が決まりました。 っていうのもねやっぱこの2週連続でリリースをするということで新曲が1月には2個出るのでそれをこういう風にみんなにねお祝いしてもらって地元のまあ、ラジオ局もそうだけどテレビ局の人たちもなっちゃんおかえりの気持ちでねすごい応援今してくれています、えー、テレビ愛知案ン1月の14日に出る予定ですのでぜひ皆さんテレビもねチェックしてほしいなという風に思っています嬉しいですねあ菜の葉ちゃんから今泣いちゃったよと なんかこっちまで泣けてくるよ <laughs> ありがそうそうそう今歌詞をね聞いてもらってあのなかなかねこの「結婚式」という「結婚」っていうこのテーマじゃないと使えない言葉っていうのをね結構散りばめていて A メロで「今日までの当たり前は父と母の愛の上で」っていう歌詞があってねここすごく好きなんですけど「父と母」なんていうねこんなはっきり その人の人名前を指すような言い方って結婚の曲じゃないと多分ねもう二度と使わないと思うあなたたちとか二人のとかっていう表現は今後ね親,親への感謝とかの曲で「あったにせよ父母」なんていうねこんな言い方ねこういう結婚式でお手紙を読む時以外使わないなと思ってねあの絶対にこの言葉は入れたいなと思って入れたりとかしたしそれこそサビの 「今日が旅立ちの日です」っていうこととかはね「旅立ちの日です」なんて合唱曲じゃないんだからっていうなかなかねこんなはっきりとした言い方はねまあちょっと照れくさくて歌詞になかなか入れてきたことなかったんですけどこういう曲だからこそこういう言葉がはまるなこういうピアノを基調としたサウンドだからこそ。 こういうい言葉がすごく似合うなと思ってすごくこだわって書き上げた歌詞たち言葉がいっぱい詰まってるのでねまた、えー、とこのあと皆さん是非何度も聞いてほしいんですけど聞くたびに歌詞一文字一文字かみしめて聞いてもらえればなと思います。なんかねリリースされた1日目と そのリリースされてからの一週間で SNS がどんだけ動いているかとかどんだけその曲が聞かれてるかっていうのを実際 AI かなんかがこうリサーチしててその情報が動いている具合で次にリリースされた曲のプレイリストに入る具合とかが変わるらしいんですよでこの白っていう曲も今どれぐらいの人が何回聴いてくれてるんだろうっていうのがねおそらくそのリサーチされていてね シロがさらにプレイリストにねいろいろこう入っていったりっていうのもねこうみんなが聞いてくれることで動いていくらしいっていう情報を最近聞いたのでぜひいいいいいっぱい聞いてくください <laughs> よろししお願いします今日発表したけどねプレイリストをすでに3つぐらい入れてもらったりしていてやっぱりプレイリストに入るとね夏の声を知らない人にも聞いてもらえるきっかけになるのでぜひいろんな人をねこの曲をきっかけに出会わせてほしいななんていうふうに思っております。 ということで2024年一発目のトークテーマに移りたいと思います新年の抱負を語りましょうということで皆さんいかがですか、えー、あ、夜の声761に変わりましたねハッシュタグ夜の声761をつけて皆さん新年の抱負をぜひ語ってくださいよろしくお願いします いやだ白のコメントが今になっていっぱい来た読んじゃうごめんごめんみんな「新年の抱負いく」とか言いながらね今 x チェックしたら「めっちゃ来てるのよ白を聞いたコメント言っちゃうよ」<laughs> 嬉しいリリース日ですからねみーちゃんから、えー「結婚式の定番ソングになりそう」とか元磁石さんからは「ジャケットだと白」だけど曲のタイトルは漢字の「白」 ででいいのよねとそうなんですジャケットではね「ローマ字で白」って書いてあるんですけど曲のタイトルは「漢字で白」になりますからね。おっ、えー、N 犬鎌足さんからも「白」えー「優しき花々が満開に咲いている素敵な楽曲に癒されました」とありがとうございます。元磁石さんもう一個来てる「白って結婚式の中でも最後のライブエンドロールとかで使ったら多分泣いちゃう曲よね」と。 ありがとうこうなんかこうこの曲が本当に誰かの結婚式の中で流れたりとか誰かが結婚式の中で歌ったりとかねするようなそんな定番ソングになってくれたら本当に人の幸せをこうなんかこう後押しできたような気がして嬉しいですね。ということで今夜も審査会は荒れております <laughs> みんな聞こえるのこのパトカーの音ねさっきコメントで入ってたんですよ。今日も審査会はは荒れてるといいうううに、はい、そそでですそうです ありがとうえ引き続き「ハッシュタグ夜の声761」をつけて「白」の感想でもいいですし新年の抱負募集しております。ということでそれでは新年の抱負語っていきましょうか。皆さんいかがでしょうか ?2024 年今年はね夏の声にとっても、えー、駆け抜ける本当に 自分のね生活のペースを乱してでも走り切るぞっていうね気合いの入ってる1年にしようと思っているわけでもちろん音楽の面々音楽活動の方は全力でいくわけなんだけどそれ以外にもねいろいろやってみたいなってことが最近出てきてるのでそんなのを紹介していこうかなと思います。まず夏のの声的今年の抱負1運運動動をする <laughs> もうね運動しないいとやばい 体力が落ちてきたなっていうのは感じないんだけど代謝が落ちてますねもうね着々と太ってますよお正月太りですよ皆さんあの本当にね最近の私のねあの食べる食べ物食べての幸せ感じるもののねパッなんかナンバーワンがマック食べマクドナルドを食べながら赤ワインを飲むっていうのにはまっちゃってねどう思いますか堀口さんひど,ひどいって これねみんなダメだよみんなこれ癖になっちゃうから絶対やっちゃダメだよみんなマックのねハンバーガーを食べながらね赤ワインなんか飲みだしたらねもうみんなダメ絶対やっちゃダメみんなこれもうダメです絶対に、まあ、ダメダメって言われるとねみんなやりたくなっちゃうかなと思ってちょっと甘い誘惑をしてるわけですけどもあの皆さんはどうですかお正月おいしいもの食べましたかね私ははねあの今年は 年末ギリギリまで仕事をしてたんで31日本当と大晦日に実家に帰ったんだけどどうやらうちの弟は26日ぐらいからもう実家に帰ってたみたいでなんで26272930と4日間もう家族みんなで美味しいものをたくさん食べ過ぎたようでもう私がね実家に合流した時にはみんな芋たれ気味だ,ったんですよ <laughs> だからね私はやっとやっとお正月だと思って実家行ったんだけど。 その日の日夜ご飯はね白菜の水炊きみたいなやつでねみんなおいしいなやっぱこういうのが胃に優しいなとか言いながらね幸せそうに食べてるの見たんで私もまあ嬉しくなりましたけどこっちはねすき焼きとか食べたいしお寿司とか食べたいし肉とか焼きたいとかって思いながらねあの白菜をねね永遠に食べていました、ね、<laughs> そうそうそんな大晦日でさあもうみんなで年越しするぞと。 例年ね年越しカウントダウンライブとかに出演してたこともあって実家で年越しするっていうのはなかったんでやっと今年はみんなとカウントダウンができると思って家族みんなでね、まあ、本当に夜をこう年越す瞬間を待ってたんですけどなんか家族全員夜ご飯を食べ終わった後からごそごそし始めて風呂入ったりとかね。でねなんとね夜の11時には皆さん ご就寝されました <laughs> そうなんですよ翌日からねあの医療関係の仕事なんでもう翌日も全然関係なく仕事があるということで1日も朝早起きだということでね年を越す前にみんな寝ていくというねそりゃそうかも50年も年年も越してきたらまあ今年はいいかとかとなっちゃうんですかね私はねやっとみんなで年越すぞって帰ってきたのにちょっと寂しかったっていうこう。 年末年始だったわけで食べたいものも食べれなかったっていうのがあってね年明け早々にマクドナルドを食べたらなんかすごい幸せが感じられちゃってみんな絶対やっちゃダメですよ。マクドドナルド食べすぎ注意ですということで好きなものを食べるためにもやっぱ運動はしなくちゃいけないなっていうのを最近思いまして興味があるのはホットヨガとキックボクシングですねでキックボクボシングすごい最近気になってるんだけどなんかこう。 どういういとこに行けばいいのかとこっちは痩せたいだけなんで試合とか出たいわけではないですしどんなもんの意気込みでどこのねそのジムに行けばいいのかもわからないのでちょっとハードルがなかなか高いなと思っていろいろ調べてるとなんかね今暗闇キックボクボシングっていいうのがあるんですよね何それ知らないけど <laughs> おそらく暗闇の中で何かをひたすら蹴るだけなんですけどでもねこっちはやっぱりこの。 フォームとかにも自信があるわけじゃないしこれに落としたい肉があってスタイルにも自信があるわけではないのでまずは暗闇ぐららいかか始めようかなと思っておりますで,暗闇でいい感じでかっこよく蹴れるようになってきてある程度ね痩せるとこも痩せてきたら本格的なキックボングのジムでねなんか試合とか目指してもいいかもしれんとかちょっと思うんですけどまずはね あの体動かして運動しなくちゃマック食べた分消費しなくちゃって感じなんで暗闇キックボクボシングっっっててていいうのを最近やってみたいなと思ってますでその暗闇キックボクシングがあるジムにホットヨガのスタジオとかもこう併設されてたりするからそこに通ったりするともしかしたら自分ののの理想の運動ができるのかなと思ってますあとはねチョコザップも登録をしてるので今年こそちゃんとチョコザップを習慣化するぞっていうのもね目標かな。 本当に言ってないよお金だけ払っててもう3ヶ月ぐらい行ってないのでちょっとね今年はまず1個運動やらなななくちゃなーなんてて思ってますどうですか皆さん運動してますかあ元磁石さんからこれいじ,いじってますかね私の頃こ,これ「夏の声さん細いからマックワインだけ控えたら大丈夫なんじゃ」といやそうですねマックとワイン本当でやっちゃダメだからねみんな絶対ダメですよ。 みーちゃんからも運動やるのとあ太ったは正月っっていいう人いますねやっぱ仲間がいると安心しちゃうねダメだねこれね。<laughs> そうそうそして、えー、夏の越え的新年の抱負2つ目はメイクですちょっとねお化粧をこだわりたいなっていうのも本当にねつい先日さっきも言ったんだけど新しいアーティスト写真の撮影があってすごく久しぶりにプロのメイクさんがついてくれて。 ああのお化粧してもらったんですよそしたら「まあ本当に違うめちゃくちゃ!」なんかなんだろう私ってこんなに綺麗だったって思うぐらいなんかねすんごい上手にお化粧してくださって自分の魅力っていうかを初めて会った方なのに私以上にこう引き出してくれるってやっぱメイクの力っていうのをすごく感じて今すごくお化粧に興味があるんですよ。でそののさっっきも言ったようにこんなね1月の 1> 1月のの早朝の海ですよめちゃくちゃ寒いかなと思ったら全然あったかくてすごく穏やかな撮影で終わったんだけど本当にねいい写真が撮れすぎて1,000枚ぐらい撮ったけど写真が絞れなくってどうするどうするって今みんなでなってるぐらいもうね撮り終えた時の帰りの車の中でもみんなもうやりきったみたいな感じでね で撮ったばかりのその写真を iPad で共有してこうみんなで帰りの車でこう見ながら帰ったんですけどところどころね「えちょっと待って危ない」「松島奈々子になりかけてる」みたいな <laughs>「危ない危ない」みたいなギリギリ夏の声だけどこれちょっともうちょっと角度こうしたらちょ「これ松島奈々子じゃない」みたいな「危ねえ」とかってみんなで言いながらまあそれぐらいねおっかしいこと言いながら盛り上がって帰ってきたんですよ。ナチュラルハイででですねね多分もう寝ずに朝までだったんでそのの、ね、撮影の 撮影の日の前の日っていうかには普通にこうスケジュールすごくて保育園で朝から夕方ままで仕事をしました夕方にお仕事が終わってその足でもう東京に行ったんですよ。で東京に行って東京でその日の深夜の2時に車走らせて深夜の深夜ってかもう朝ですよね4時にその目的の海に着きました。で朝日を待ってそのまま6時半から。 時時間3時間ぐらいい撮影したのかなっていう感じでもうね後半は後半の写真なんか私24時間寝てなない顔なんですよそれでもやっぱメイクの力っていうのすごくってもうこんな普通の夏の声が松島奈子になったりもう韓国アイドルかみたいな写真もあってねこれ早くみんなに見せたいんですけどちょっと楽しみにしていてください。ということでやっぱねお化粧ってしっかりやると全然違うんだなっていうふうに思ってねいろいろメイクの仕方も教えてもらったりしたので。 ちょっとこれを今年は研究してよりね自分を魅力的にみんなに見てもらえるようにね綺麗でいたいななんていうふうにこう燃えた日でしたね。ということで2つ目はメイクですねみんな本当に写真楽しみにしててすごいから。<laughs> そして3つ目。 夏のの新年の抱負3つ目はですね今年はねハンドメイドでなんか作りたいなっていう欲望がすごく出てきていて今狙ってるのは、まあ、お風呂入るのが大好きだから自分で手作りのバスボムを作りたいなとかって思ってますねシュワシュワ具合だったり、まあ、溶けた時の色だったりとか香りだったりとかねいろいろ自分の好みなバス,バスボムが作れたらいいななんて思ってたりとかアロマキャンドルもねもう毎晩つけて今 癒されてるので、自分の好きな香りのアロマキャンドルも作りたいななんて思ってます。で、今愛用してるアロマキャンドルが年末のあのー、放送の時に確か言ったあの今欲しいアロマキャンドルっていうのをゲットしまして、あの木製木でできた芯なんですよね。火つけるところがだから火をつけると焚き火みたいな音がパチパチパチってするねアロマキャンドルをゲットしてで調べたらね木製の芯だけで売ってるんですよ。多分 手作り用にね、なんで自分でもしオリジナルでアロマキャンドルを作ったらその木製の芯でパチパチした音もね楽しめるやつを作りたいなとかって今思ってますあとはもうこれずっと昔からなんだけど線香を焚くのが好きな,んですよなのでオリジナル線香を作りたいなとお香ですねお香。 お香を作りたいななんて思ったりしておりますということで私の新年の抱負今年頑張るぞということはまあ、運動、メイク、ハンドメイドということで3つありましたさて口だけにならずにどれだけ今年中にできるでしょうか皆さん楽しみにしていてくださいということでここで1曲かけていきますともでセブンティーン お聴きいただいたのはともでセブンティーンすごく好きな曲なのでみんなと一緒に聴けて嬉しいですということでさあ皆さんから来たメッセージを紹介していきますねあゆみんさん女性なっちゃんこんばんは新曲リリースおめでとうございますありがとうございます早速たくさん聞いています 私この曲のなっちゃんの声のトーンもテンポもとっても好きです。来週リリースの解き放てもどんな感じになっているのか楽しみと来てます。ありがとう。それしてね、今夜のテーマ、今年の抱負は、部屋を片付けたいです物が多すぎてぐちゃぐちゃになってきちゃってるので、片付けなきゃな。頑張りますと。 あゆみんちゃん片付け頑張ってね今年もうこれはね共感性が高いですね私も部屋を片付けなくちゃと思いますそれこそ最近は東京に行くことが多かったのでキャリーケースにねいろんなお洋服とか詰めていくじゃないですか帰ってきたキャリーケース開いたままだからねそこから服取っていくみたいな今もうタンスみたいな役割になってるんでね早く持ち運んだお洋服をタンスにちゃんとしまってあげたいなというふうに私も思ってます <laughs> さあ続いてももさん女性明けましておめでとうございます今年も夜の声を楽しみにしています震災後はスマホの充電がなくならないように気をつけてお家の中でも常に持ち歩いています情報も見れてライトもつくしありがたいですよね辛いニュースばかりの中自分にできることを考えてまずは募金をしました素敵そして復興を願っていますと そして今年の抱負はお部屋の整理整頓です <laughs> 一緒だねみんなお正月早々に買ったはずのものが見当たらず仕方なく再度購入が2日後に買ってあったものが出てきました仕事の忙しさにかまけてお掃除をさばらないようにしたいですとももさんありがとうございます素敵なメッセージですねまあ、みんなお,お部屋の掃除っていうのはやっぱりこうちょっと怠りがちだよね すごくわかりまも、ね、うん、別に明日でいいじゃんみたいなね自分しか見ないしってね <laughs> さあ X の方も見ると菜の花ちゃんも来てますね今年は何か勉強したいなと危ないですよ菜の花さん何かって言ってるうちは動けませんからね <laughs> 何にすするるるもう放送終わるまでにに決めよう何にする何勉強する <laughs> さて続いてみーちゃん女性こんばんはなっちゃん白リリースおめでとうございます歌詞を見ながら何度も聞いていますとっても素敵ですね今年もまたこのラジオを聴けることができてとっても嬉しいです夏の声さんリスナーの皆さん今年もよろしくお願いします今年の抱負は時間をうまく使うことですついついスマホを持つと画面に気を取られてしまいがちうまく息抜きをして日常生活を頑張ることです そしてまたライブハウスで夏の声さんの歌を聴くことです。体調を崩さないように今年も頑張りたいです。と、みちゃんありがとうございます。時間の使い方ね、ほんと難しいですよね。なんかこう YouTube 見たりするのもある意味息抜きになると思うんだけど、見すぎるとね、なぜか罪悪感に変わっていくからね、ほどほどにっていう感じですよね。メッセージありがとうございます。続いて、夏ママさん女性、さりげない親の言葉に救われたり。 イラッとしたりありがとうなんて親にきちんと伝えたことあったかなそして自分も親になり1年前に息子が結婚式を挙げましたとおめでとうございます息子からたくさんのありがとうに私たち夫婦は涙で胸がいっぱいになりました家族の絆生活の中で目には見えない心のつながりちゃんと思いが届いていたんだなと思うと嬉しかったです そしてさらに私自身も両親への感謝があふれました今年の抱負は思いをちゃんと届けるです夏の声さんの白を聞いてさらに伝えることの大切さを感じた気がします素敵な曲リリースありがとうございますそしておめでとうございますということで読んでいて胸があったかくなるようなメッセージをありがとうございます本当ね思いを伝えるっていうのはねなかなかこう 気合のいることというか意気込みぐっとこう力を入れないとなかなか言葉にして伝えるって難しいけどこういろいろとね明日またその大事な人にあえて伝えられる,やれるかも本当にわからないような毎日なので伝えなきゃって思った時にね是非伝えてほしいなと思いますさてさて続いて元磁石さん男性なっちゃんこんばんは寒いヒートテックが欠かせないけど静電気が怖いそんな えー、真冬突入の1月にリリースおめでとうございます拍手とどんな構成のどんな時に歌うのかなそもそもリリース発表した後なのに月末からはどんな重大発表をするツアーなんだってこんな感じでいいですかと <laughs> 告知をしてくれてますありがとうございますそして今日のトークテーマ「今年の抱負」は自己肯定感を上げていくということですね。 大事ですね。自己肯定感。これがないとね、あの、自分が損するだけじゃなくてね、結構周りの人に迷惑かけるんですよ。自己肯定感は多分高いに越したことないですね。周りの人も幸せにするにはね、まず自分がいい気分でいなくちゃなと思います。そして、菜の葉ちゃんからお返事来ましたよ。え、え、何しよう。外国語とかっていう風に来てますね。いいね。外国語ぜひ。 喋れるようになったらは次は私に教えてくださいナノハの外国語講座っていうコーナーを作りますかここで <laughs> 電話出演 <laughs> 毎度ナノハちゃんよろしくお願いしますということで2024年いろいろとねみんな新しいこと挑戦したいとか日常をもうちょっとこう充実させたいとかいろいろあると思いますけれどもねここでメッセージでは言えなかったけど胸の中にあるよっていう人も多いと思いますぜひ一つでも二つでもいいので目標を掲げて一年駆け抜けましょう ということでメッセージたくさんありがとうございました。それでは時刻は二十三時五十二分となりました夏の声の夜の声皆さんからのメッセージたくさんいただきましたのでね今日も充実した一時間になっておりますここで私夏の声から。 告知をさせていただきます、えー、今月1月には2週連続でリリースが決まっております。ということで1作目が本日1月10日に「白」がリリースされました2作目は来週の水曜日1月17日に「解き放て」リアレンジバージョンでお届けをしますみんなもねライブでも何度も聴いてきたあの解き放てという楽曲がリアレンジされてさらにパワーアップしてリリースされるのでぜひ来週を待っていてください。 そして、さっき元磁石さんが告知をしてくださったように、えー、今月の末から重大発表ツアー諦めの悪いベイビーーがスタートします。初日は1月の27日東京池袋にある「エモスペースエモ」か「池袋スペースエモ」。 開催しますそしてツアーファイナルとなる名古屋編は2月の2日大須にある L サイズにてどちらも「スリーマン夏の声」の自主企画となりますので是非夏の声の最新のもう生かした最新情報を直接受け取りに来てほしいなと思いますし新曲もねここではやろうと思ってます。ここでリリース今日された 白やりますとかじゃなくてねあのリリースされてない誰もどこでもまだ聞いたことないよその曲ってやつをこの日告知とともにやりますので是非告知というのはこれぐらいかな、まあ、2週連続のリリースと1月から始まる重大発表ツアー「諦めの悪いベイビー」に是非遊びに来てください。よろしくお願いいたします。 さあ次回の「夜の声」は2月の14日水曜日の放送です。ということでバレンタインデー当日にあの放送ですね生放送チョコレートとか送ってくれてもいいんだぜ。<laughs> <laughs> やめて太っちゃ太っちゃ痩せたいのにもし私が運動を頑張ってちょっと細くなってたらチョコレートください <laughs> ていうか私があげなきゃいけないよねむしろね女なんだからねお前がくれよって感じかもしれませんけど2月14日バレンタインデーの放送次回楽しみにしていてくださいこの日は生放送の予定ですということでえバレンタインデー当日のメッセージテーマを発表します。この日はベストな チョコの渡し方です <laughs> どうですか皆さんどんなシチュエーションでチョコレートをもらいたいかとかねどんなシチュエーションでチョコを渡したいかとかねこう自分の理想を語り合う回みたいな感じです実際に勇気がなくて渡せないけど本当はこうやって渡したいんだとかね <laughs> もらう側も本当はこうやってもらいたいんだとかねあの ゲタ箱とかやっぱいいいいじじゃゃななでですすかかか憧れる箱とか机の中とかに入ってるとかねどう上靴の中入ってたらどう <laughs> なんかいろいろと考えてみてくださいこんなシチュエーションいいなーってねちょっとこう家の前で待ってみたいなーとかねちょっと私も妄想を膨らましてみますということで2月14日次回の放送は皆さんのバレンタインにまつわる妄想をね美声で お届けしていこうと思いますので、ぜひ皆さん、一ヶ月妄想して、ぜひメッセージ送ってください。お待ちしておりますということで、そろそろお時間になってきましたね。今夜もありがとうございました。それでは、最後の一曲をかけていこうと思います。本日ラストの一曲はこれです。夏の声のハッカー。おやすみなさい。